バスはボストイナから国境を越えてクロアチアのプレチェに向かっています。トイレ1個ある以外には何にもない駐車場です。そのトイレも男女合わせて1個でした。午後3時半頃ポレチに着きました。私たちは今新市街地の方を、ね、歩いております。こちらがですね、ちょうど右手ヨーキプラーゴという広場となります。大変有名な軍人のヨーキプラーゴ、その銅像が立っております。彼の名前が付けられまして、ヨーキプラーゴ広場となってます。自由広場とも言います。で、ほとんどですね、こちらのワインはと言いましたら主に辛口ワインが多いそうです。ね、オリーブの枝の紋章、こちらがポレチェのこの町の紋章になります。今私たちは自由広場に出てまいりました。そして正面に見えておりますのがこちら19世紀のものになります、サンタマリア・デラ・アンジェリ教会。サンタマリア様とアンジェリになりますから天使です。天使に捧げる教会、19世紀のバロック建築のものになります。ただこちらの教会はほとんどいつも閉まってます。皆様正面にですね、こちら城壁、そして城、見張りの塔が見えてまいりました。こちらの塔が15世紀にできました塔になります。15世紀と言いますと、その当時ですね、この町はベネチア共和国の支配下に置かれておりました。で、この辺りがですね、全て旧市街に入ってきました。はい、この辺りはですね、ベネチア共和国時代の影響を色濃く受けた町々なんですね。こちらなどの建物などは15世紀のものになります。今から約600年ほど昔のもの。こちら昔は宮殿として、貴族のお屋敷、宮殿として使われていたものになるんですね。高さが高い建物が多いです。はい、それではですね、皆様これからモザイクで大変素晴らしい映画室、大聖堂教会の方にですね、入ってまいりたいと思います。今ちょうどこちら正面入り口へ入りますけれども、こちらはですね、比較的新しいものになります。19世紀に作られたものになります。お隣の建物はと言いますと、昔の司教様のお屋敷だったところになります。このアーチの部分が丸いということもありまして、これはロマネスク様式、ロマネスク様式が流行った、年代はと言いましたら13世紀のものになります。1997年にですね、ユネスコの世界遺産に指定されているわけなんです。はい、それでは入っていきましょう。はい、それではこの教会になりますが、もともとは6世紀の、教会になります。5世紀に作られた金のモザイクによるイコンです。17世紀にベネチアに支配された頃のベネチアの紋章です。床に敷き詰められたモザイクです。ローマ時代のものです。文字が書かれたものもありました。はい、それではですね、これからモザイクの説明をさせていただきましょう。ね、綺麗なモザイクですよね。でもこれ皆様1400年、1500年昔のものになるんですよ。6世紀になりますので、まず一番上におりますのが、こちらがですね、イエス・キリストになります。さ、そしてですね、その周りはと言いましたら十二使徒たちになります。そして下はと言いましたら、このアーチの部分、こちらはさまざまな聖人聖女たちがモザイク画として描かれております。聖母マリア様に抱かれましたイエス・キリスト、そしてその脇を取り囲むのが天使になります。天使の中でも一番格が高い2人の天使、大天使ミカエル、大天使ガブリエル。大天使ミカエルはと言いましたら、こちらのモン・サン・ミッシェルなど、ね、あれは大天使ミカエルになりますからね。天と、そして地上を使う、つなぐメッセンジャーのような役割をしている天使になります。で、左手はと言いましたらガブリエル。ガブリエルはと言いましたら、ユリの花を持って受胎告知を行った、こちら天使。天使の中でも格が上の天使になります。
齢用のバスです。この道は紀元前2世紀に作られた道です。この建物は昔の宮殿です。ローマ時代の遺跡です。ローマ神殿の跡です。港に出てきました。ポレチェの看板がありました。昔の城塞は今はカフェバーになっているようです。